今回エスティローダーがご紹介させていただく製品は、この秋新発売となりますリニュートリブアルティメートユースクリームです。まずリニュートリブのラインはエスティローダー研究所の最先端テクノロジーと世界中から集められた希少な成分を豊かに配合しているプレステージラインです。1958年にブランドの創始者であるミセス・エスティローダーが自身のデリケートスキンのために開発したラグジュアリークリームをはじめに、それ以降もリニュートリブは若々しさ、美しさへの可能性を常に追求しています。今年はリニュートリブが誕生してから50周年です。今年発売になる新製品リニュートリブアルティメートユースクリームは、まさに現代科学とラグジュアリーが融合した肌の時間を軸に考え開発されたラグジュアリークリームです。アメリカの主要大学の長寿遺伝子などの研究する大学の生物学者との共同研究により、肌の寿命と美しさのメカニズムについて解き明かしました。使い始めるのに早すぎることはない、究極の若々しい輝き、みずみずしい滑らかさ、均一の肌トーンへと導きます。リニュートリブならではの数々の成分やテクノロジーが配合されていますが、今回の美しさへの秘訣はエスティローダー研究所が8年もの歳月を費やし開発した独自の次世代成分ユースモレキュールにあります。ユースモレキュールは新たな発想で肌の隅々まで潤して外的ストレスから肌を守り、今の若々しい肌印象を保ちます。今回東京コスメティックコレクションでは、このリニュートリブアルティメートユースクリームをスキンケアセミナーおよび展示ブースの展開で行います。美意識の高い皆様に実際この製品に触れていただき、軽やかなテクスチャー、豊かな香り、そしてユースモレキュールの実力をぜひ体感していただきたいと思っております。もし肌の時間を止めることができたとしたら、サンプルなども準備していますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。